こんにちは。いつもお世話になります。この度は車輪村のご招待いただきまして本当にありがとうございます。広島県福山市の久保でございます。きっとも元気です。ただやっぱり乗る機会ってあんまりないのと、車検が近いんでなんとかね片付けないとなというところが何箇所かあるんですけども、結局なかなか慣れないままね1回目の車検を迎えてしまいました。やっぱりエリア101さんにお持ちしようかなと思ってますんで、陸送をね頼めるところがないかなと今探しているところでございます。で、神石高原町なんですけども、私の住んでいるところからだいたい2時間ぐらいで到着すると思うんですよね。で、イベントの内容を見させてもらったんですけども、イメージガールの水着撮影会はじめなんか楽しそうなんで行かせてもらいたいなと思うんですよね。ただ18日朝日曜日ですよね。私の町内では資源回収がありましてね、いわゆる廃品回収です。そっちの方にちょっとこう出ることになってますんで、それが終わってからかなと思いますんで、オープンからずっとってわけにはいかないと思います。あとねやっぱりこう家族の許可も取らないとなかなかね、この車を持たせてもらってるだけで私ちょっと冷や汗もんですから、刺激しないように行かせてもらえるようにちょっとね頼まないといけません。まあ、ですんでちょっと今日のところはね保留させていただきますけども、神石高原町ならちょっと行けなくもないなというところでね、なんとか策略を練ろうかと思います。お会いできるのもすごく楽しみにしているんですけども、ナイト2000ちょっと見られるのもちょっと怖いですね。あれがダメだこれがダメだといろいろと手が入ってないところがありますんで、エリアン101さんのねデモカーということでお預かりしたんですけども、私に預かるなんか力量があったんでしょうか。ね、キットの方も元気でいらっしゃいますけども、こんな感じでね通常車庫に入れっぱなしです。あ、ナンバーですね2000で、一応ねイベント用にこの被せるナンバー作ったんですよ。いいでしょうこれ、広島ナイトってやつね。はい、ということで本当にお誘いいただいて光栄でございます。何かとふつつかなアメ車大好き、トランザム大好き、私なんて憧れで乗ってるだけなもんですからね、いろいろと至らない点がありますけども、ご指導いただければと思います。ちょっとですから正式な返事は待っていただいて、もう1週間しかないんですけどもね、今日晩話していますんでよろしくお願いします。ありがとうございます。